はい、皆さんどうもテントモです。ジージャネターナルの実況となります。というわけで今回もまたツイッターの情報をお届けしたいと思います。ちょっとね、情報が遅れたんですけど、前回の動画から、前回ね、ジージャネ思い出の動画を投稿しまして、それから2つツイートが更新されております。はい、でまず1つがこちらですね。フェニックスガンダムのエターナル武装ね、今回のジージェネエターナルの最大の魅力の一つと言っても過言ではないエターナル武装の動画がツイッターの方に上がっております。これが、金曜日かな、金曜日の11時、今日が日曜日なんですけど、金曜日の12時ですねに公開されたツイートです。まあこちらはね、もうすでに公式ブログの方にアップされていたので、もうご覧になってる方多いと思うんですけども、いやー、何度見てもかっこいいですね。まあ、まだこのフェニックスガンダムのエターナル武装しか公開されていないんですけど、まあ、今後ね、まあ、ジージェネエターナルのリリース日までに続々と、まあ、続々か、まあ、何個かはね、他の機体のエターナル武装も公開されていくんじゃないのかなと。ということで、こちらもすでに機種のね、情報という感じなんですけど、もう一つ、これの1日前のツイート。が、新しい情報でございまして、では行きましょうか。まあもうね、結構な方、このジージネエターナル楽しみにされてる方はもうご覧になってると思うんですけど、まあでもね、ツイッターやってないよっていう方も中にはいらっしゃるかと思うので、はい、こちらですね、 MS 戦闘演出、モビルスーツ戦闘演出の動画が初めて、まあ一応ね、この MS 戦闘演出っていう名目の動画は初めて公開されました。そしてその一番最初のモビルスーツはこちら、シャア専用ザク2ね、シャアザク2となっております。まあ本当にね、短い6秒かな、6秒動画なんですけどもね、シャアザクが市街地をね、飛び交ってる感じですね。なんか珍しいですよね、シャア専用ザクが。まあこれはコロニーの中ってことだと思うんですけど、なんかね、珍しいですよね。このシャアザクというと、なんかやっぱり宇宙で飛び回ってるね、通常の3倍のスピードでね、飛び回ってる、そんなイメージなので、そう、市街地でね、こういう映像はあんまり印象にないというか、でまあこれだけこれだけなんですけどね、特に攻撃をするとかそういう動画はなくて、本当にこのね、シャアザクが飛んでるよっていう、まあこういう動画が、まあ今後もね、どんどん追加されていくのかなと。はい、最初がシャアザクだったので、次なんでしょうね、今度はガンダムかな、ガンダム系のモビルスーツですかね。ということでね、こういった動画が今後、まあ多分土曜日日曜日はね、バンナムさんお休みだと思うので、更新はないと思うんですけど、平日の11時、そして12時、これは11時ですよね、こういう時間帯に、まあ一つずつなり追加されていく、いきそうな感じがあるので、毎日ね、その辺の時間帯はね、気にしてチェックしていきたいと思っております。なのでまたね、こういった動画ツイートがね、アップされておりましたら、また実況して、YouTube の方に動画投稿していきたいと思っておりますので、よければね、またチェックの方よろしくお願いいたします。これね、タップしたらね、BGM が流れて、ちょっと著作権がね、絡んできそうな感じなので、とりあえずタップせずにここでね、何度も動画再生しております。ということで、短い動画ではありましたけども、最新ツイート情報をお届けいたしました。いまだに CBT の告知はないですね。今月はなんかないのかな、もうすぐ7月終わりますけど、来月ですかね、まあ来月にね、期待しておこうかなと思います。それでは、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか、よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。
ジークジェネレーション。